どうも、変わります、こゆっきーです。こゆっきーチャンネルのトメです。はい。あれ、アシスタントじゃなくなってる。いや、アシスタントのままなんですけどね。はい。まあ、たまには挨拶を変えようと思いまして。はい。まあ、でもちょっと今の微妙だったんでね。はい。はい、というわけでね。そうですよ、ちょっと若干滑り気味でしたよね。というわけで、変わります。タイトルコールそれ。はい。今日はね、変わりますって何？変わるんですよ、皆さん。何が変わるかと言いますと。何が変わるんですか？東映の挨拶は変わりません。はい。はい。はい。また、短い期間ですごい滑りを量産してるよね。いやー、まあ、小屋フェスでちょっと受けすぎたんで、その反応がちょっと今来てますね。皆さん、これは小屋フェス前に収録しております。たくさんの方が来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。盛り上がったね、楽しかった。どうしよう、みんなドタキャンしてたらゼロみたいな。たくさん来た手で撮ってます、今。そうっすね。そう、まあ、僕たちも分かんないんですけど、多分きっと成功したであろうと、はい。まあ、その成功したね、記念というかお祝いに、はい、いろんなサプライズというか報告事は今日は実はあるんですよ。はい、はい、まず一つ目からお願いします。はい、実はですね、小屋フェスツイッターでも発表しました。セカンドチャンネル小屋っきースタジオの開設が決まりました。はい、というわけでね、まあ、これから小屋っきースタジオという、はい、まあ、新しい YouTube のチャンネルをやっていくわけなんですが、はい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 、はい、こちら何をやっていきますかと言いますと、はい、何ですか、 UFO キャッチャーですか。 UFO キャッチャーはやりません。はい、まず一つ目は、はい、都市伝説をやります。ん、都市伝説。はい、しかも俺はね、馬空ビデオさんだったり STU 社長さんにただ影響されたわけじゃなくて、もうニヤニヤしてるじゃん。私がやっていくのはアニメ、漫画に限定した都市伝説の話です。そう、実はですね、はい、ワンピースのことやってて、都市伝説界、考察界ってめちゃくちゃ再生されるんですよ。そう、もうこれぐらい再生される。そう、だからもっとなんか ST スタジオさんとか、うん、馬空ビデオさんなんかコラボ見た人は、うん、もっとそういうことやってほしいって言ってて、うん、違う作品のやつも見てみたいっていう要望がすごく多くて。せやねん。だからワンピース以外とかを取り扱いにくいね、うん、今は。はい、ワンピース以外のね、例えばジブリとか、うん、ジャンプ作品とか、うん、昔のアニメとか、そう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 、いろんなことに対するその都市伝説とかまとめ会っていうのを別チャンネルでね、そう、やっちゃうと思う。そう、悠々白書の都市伝説とももちろん話します。そうです。いや、多分今全然聞いてる人、いや、それやったら見に行かへんわと思われてしまったんで、いや、いや、もっとメジャーなね、ポケモンだったりだとか、うん、まあ、クレヨンしんちゃんだったりだとか、はい、コナンだったりだとか、うん、はい、もう早速チャンネルはもう今すでにあると思うんで、概要欄にリンクあってくる、登録だけしてください。ぜひ登録しといてねー。はい、そしてね、まあ、他にも、まあ、都市伝説以外にも東野ランキングだったりだとか、小屋キーランキングだったりだとか、まとめ企画とかもやる予定です。はい、セカンドチャンネルの方のツイッターもあるので、そちらの方にやってほしい企画とかフォローもしといてくださーい。で、記念すべき1回目の投稿は、はい、5月2日です。いや、間もなくですよ。なんで5月2日なんですか。なんで5月2日かと言いますと、小屋キースタジオは火、木、土、更新だからです。あー、もう歌えるさんと同じ更新見てみてください。はい、歌えるさんと同じ火、木、土の夜19時更新です。リアルな髪型してるね、今。19時更新なんで、皆さんよろしくお願いしますね。はーい。はーい。小雪チャンネルを見た後に、じゃああと1時間経ったら小雪スタジオ見ようみたいな、ワクワク思うと思ったら。そうそうそう、まあ、小雪チャンネルね、もう長いんでね、2回見てくれたら1時間経ってますわ。確かに。お風呂の前に小雪チャンネル見て、お風呂の後に小雪スタジオ見る感じ。ちゃう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 。シャワーしか浴びられないけど、もう。日本見たら。日本見たら。はい、まあ、そんな感じでやっていこうと思うんで、はい、5月2日なんで、まあ、令和初放送。令和初配信はね、5月2日なんで、まぁ、ちょっと忘れると思うんで、チャンネル登録とツイッターフォローは絶対しといてくださーい。都市伝説並みな髪型するから、ね。はい、私からのお知らせは以上です。というわけで、変わりますでしたー。もう終わるみたいな、僕もお知らせあるんですよ。今のもうゴールデンウィークの真っ只中なんですって、世界は。はい、でですね、はい、残りの今日からのゴールデンウィーク、全部、1日、寝本投稿しまーす。マジの好きですか。はい、なんか顔アングリな。さあ、無理や。いや、無理やって結構撮ってるやん、もう。編集は終わってない。実はですね、今日今18時でしょ。で、20時、この後も僕ら投稿するんですよ。え、はい、今日はもうお知らせ会ですけど、20時には、あのね、人気企画をやります。で、ゴールデンウィーク今日から、はい、6日まで。はい。はい、1日2本投稿します。18時と20時の2本投稿なんで、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけでね、まあ、小雪スタジオ合わせて、18時、19時、20時更新となりますので、ゴールデンウィーク皆様よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、See you! 見てね、バイ。ついに始まりましたね。始まりました。これもオフショット撮らないといけないのかい。え、いるでしょ。そんなんや。はい。
コエッキースタジオ、はい、楽しみですね。なんか1日2本投稿だったらさ、はい、絶対これ再生されなきゃいけないっていうものだけを狙いに行くんじゃなくて、これ緩い回とかもちょっと挟んでいければいいよ。確かに、うん、チャレンジ企画もいいね。ええ、はい、見てくださいね。ねー。